あ、もうね、電気を消してしまいました。えー、今日のビデオの題名はですね、あなたを応援する人は要注意人物であり、危険人物でもあるみたいな、えー、そういう題名にねなっています。まああのですね、私あのまあ、若い頃ちょっとあの 素敵なっていうかかっこいい資格あ検定試験ですかねそういうのちょっと勉強してたんですよでそれは若い頃で中年になってからあのあ何か勉強しなきゃいけないかなみたいな風にまあアルバイトを、まあ、ゲットするためにですよでそういうまああのもう所詮非,非正規でしか働けないんでねで そしたらです、ね、あのまあかっこ悪い資格とかかっこ悪い検定試験おしゃれじゃないやつを勧められたんですよね。でそれをちょっと対比して見たんですよ。で若い頃のまあすな資格とかかっこいい検定試験とかでそれはそれでまあまあ分かる応援する人の下心はまああの。 なんでさっきあのまあいわゆるあのネームドロッピングその名前を出してあの,あの私の友達のなんとかさんはなんとかかんとかの、えー、テストに受かってみたいにこう友達自慢する人いるじゃないですかまあ人脈ですかねあそれに使いたいんだなって思ってたんですねそれ若い頃ですよ素敵な勉強をちょちょこっと背伸びしてしてた 時ですけどもで中年になってえっ、ー、と何かまああの再就職のためにと思って何か探してる時にそのまあおしゃれでないことを勧めてきた人二人いるんですよね二人別々ですけどもでなんとね二 <laughs> 人ともあの玉のこしのりこちゃんなんですよ。一人は ええー、なんだあのー、あまあ二人二人ともそうなんですよねでまあ二人ともセリブ妻ですよねでなぜあのー、うんまあそうやって私に言ってくるのかであのええじゃあなんでセルリズ妻が なんでシーカーさんみたいな底辺人間とそもそも接点があるわけって思うかもしれないんですけどもそのお二人はあのその二人にはそれぞれ面識はないですけどもなんかちょっと理由があってあのいええー、とこの奥さんたちとはちょっと気が合わなかったらしいんですよね。そんなんななで、まあ、私みたいな底辺人間の ところに来て安心したかったみたいなそういうなんかまあそういうお考えだったらしいんですよ。え私は来るものは拒まずみたいな考えを当時持ってて、まあ今は違いますけども、あのなんなんなんでこの人あのセル セリブの奥さんだけどももとはといえば庭から拾ってもらった嫁さんだっていうそういう、うん、まあ劣等感みたいなのがあるからまああじゃあ底辺人間の人と仲良くなった方が安心って思ったんだろうなってそういうことなんでしょうけどもでそのお二人はですねそのセリブ妻の二人は。 まあ、あのそうやって私のことを応援するような、まあ、手を見せてまああのまああのかっこ悪い,いあの一見かっこ悪そうに見える仕事でもあのまあ頼んだりなんかするとまあまあ高かったりするってそういうことで。 まあそれをまあ本当は私にただでしてほしいんですよね。だけどあのただでお願いしますって言いたくないから、まあ、ディスカウントでっていうそういうことなんだろうなって思うんですよ。でまあお二人ともまあ怠け者さんでしたね。でそうなるとまあ人のお尻叩いてまああの今頃ね ご自分のお子さんのお尻を叩きまくってお受験とかしてると思いますけども、まあ、自分は頑張らないで、まあ、自分の子供をねお尻叩いてでシーカーさんみたいな底辺人間と仲良くしてあげてるんだからあの、まあね、豚もおだてりゃ木に登るっていうんだからな何たらの,あの資格取ってあのディスカウントで。 やってよみたいなね、まあ、そういうことなんですよね。まあ、結局作取が目的っていうことなんであの皆さんああのまあまあ、何かをまあまああの資格でも検定試験でも、えーまあ、転職でも、えー、まあ まあ、多分その応援する人っていうのは女の人が多いと思うんですよ、まあ、要するに自分が頑張りたくないからですよ、ね、まああのこの人はどういう何どういう下心があって応援しに来るのかでまあ作詞のためなのかでそれかあのまあ 自分をの地位を脅かさなないようなそういうあ,の、まあ、あまり尊敬されないような職業に留めてお,おか下に留めておきたいっていう意味で応援してるだけかもしれないっていう、まあ、そういう意味でねまあ要注意人物またはまあもしかしたら危険人物かもしれないしれないですよっていうねまあ そういうことでございますえー、ではあの今日もご視聴ありがとうございました